今日のギャラクシーのワークショップ東京2015年ということで、あの先端研まで、いらっしゃ、まあ、どうぞ今日はようこそおいでくださいましたというか、あのウェルカムスピーチをしろということでしたので、まあ、もう午前中からすでにトレーニングなどをされているということになると思いますけれども、まあ、一日ここで、交流を深めていただき、まあ、日本の中でのそのギャラクシーのコミュニティを、まあ、が広まっていくことを、まあ、期待するものであります。で、まあ私の方ももちろんラボの中にもそのギャラクシーのユーザーをいるわけですけれども、その、まあ、この私の研究室自体が、まあ、この建物の、まあ、一つフロアの上と下に、ありまして、まあ、そこで、まあ、実際こういう生命科学がこの15年ぐらいの間非常にまあこう大きく変わってきたということを肌に感じております。まあ、そういうことも含めてちょっと挨拶の代わりにですね、まあ、日頃思っていることをちょっと、お話ししたいと思います。で、まあ、そういうまあこういうなんかタイムラインとかですね、いうのをこう調べ出すのはもう大体年がいった証拠でありますけれども、まあ、これはシステム生物学っていうキーワードでタイムラインを調べたら、まあ、こういうハーバードのサイトのが出てきまして、まあ、その脇に、まあ、こういう、まあ、結構こう有名な、まあ、この50いかない、まあこれがまあその最近よく言われるチューリングさんですよね。で、まあ、チューリングが、まあ、最近映画もご覧になった方はいるかと思いますが、ああいうナチスの暗号トリカというのはまあ映画の方で、まあ、実際にはこういう生物学にもこういうモルフォジェネシスのパターン、まあ、日本では阪大の近藤先生とか、まあ、非常にこの分野でのお仕事をされている人もいますが、あとまあ最近この数年来もうよく、まあ、発生文化のシンポジウムとか、まあ、学会に行けば必ず、まあ、4、5回は見るというスライドで、まあ、ウォーリントンの42年、まあ、これはもう、まあ、癌の、まあ、クロナルエボリューションについてのというこういうことで、まあ、こういう、まあ、今大体使われているようなコンセプトっていうのはこういう大体もう70もう下手をすれば戦前からですね、もう大体4、50年前にもう大体作られていて、まあ、我々はこういう、まあ、昔の偉人の後を追いかけているような、まあ、気もするわけであります。で、ただまあやはり、まあ、DNA のこう構造が分かって、そこからやはり実際の、まあ、ここまでは全くこれはもうセオレティカルなもので、まあ、この生物学がまさに観察する学問であって、まあ、種類の人が、まあ、つぶさに、観察をして、まあ、それできっと実際はこういうふうに、モデルを考えていたという時代であったわけでありますが、まあ、その、まあ、分子というか、まあの裏付けが、まあ、1952年でしたけど、行われたということから、まあ、大体このタイムラインもこの90年代ぐらいでそういう大きなコンセプトとしてのまあ動きはだんだんと減ってきて、まあ、時代としては、まあ、すみません、変わっていくわけであります。で、まあ、実際にこういうウォーリントのモデルでさまざまな細胞ができますよと、もともと ES 細胞、まあ、万能細胞がありますよというところで、まあ、ゲノムは一つだけれども、まあ、ビピゲノムはたくさんであるというようなことが、分かってきまして、まあ、例えばアメリカ最近、今年の初めぐらいに発表になった US のロードマッププロジェクトでは、さまざまな細胞のエピゲノムのデータがリソースとしてコミュニティにも提供されたということで、もうこういう実験をするということが非常に、例えば我々のラボラトリー、そうすると例えば ES 細胞で非常にゲノムがまだリラックスした状態から固定した細胞になりますと、分化した細胞になりますと、ヘッドルクマッチンで、いらないところを畳み込んで、特定の細胞になるということで、例えば心筋細胞で実験をすると、今日も話が後であると思いますけれども、チップセックというようなクロマチンを、ところの標識ですね、標識がどのように
まあ、移り変わっていくと、これも4つの、たった4つのデータポイントですけれども、まあ、RNA としてその D3 だけが読まれている遺伝子役があると。そうすると D3 で、例えばクロマチンが、まあ、これ空いている場所を検出するテクノロジーですが、まあ、これこういう、このように D3 だけ、まあ、ポコッと空いてくると、これもこれ転写の回視点なんですけれども、それ以外にこのダウンストリームにも空いているところがある、上流にも空いているところもあるということで、こういう空いているところに注目をして、まあ、遺伝子の制御を研究しようとするのは、まあ、この数年来、まあ、進んできたわけでありまして、まあ、テクノロジー、まあ、その特に次世代シークエンサーのテクノロジーが進んで、まあ、我々がこういう実験を始めた頃は、まあ、文政権の白井さんらと一緒に、タイリングアレイという、まあ、マイクロアレイを使ってこういう、モニタリングをしてたわけですが、それが2000、まあ、ちょうど、まあ、もう10年ぐらい前ですね、まあ、次世代シークエンサーが出てくるちょっと前に、まあ、そういうことを始めることができたわけでありますが、今まさにもう世界中で、転写の研究をやっている人は、まあ、避けて通れない、技術になりつつあるわけです。で、まあ、他に本来はもっとより今度は、医学に近いところになりますと、これは、東大の農業科との、共同研究なんですが、まず、脳腫瘍がこうあって、再発をしたと。で、まあ、それぞれこの脳腫瘍の中でも ABC 別々の場所を取って調べて、この転移層でもまた ABCD 別々の場所を調べると、これはまあゲノムを調べてどこに塩基の変異が入ったかということを調べるわけでありますが、そうすると、まあ、まあちょっと驚いたことに、そのこの7つの腫瘍の中で共通の腫瘍、共通の遺伝子変異は IDH1 という変異だけであったということを去年ちょっと報告いたしました。まあ、そして共通の遺伝子にこう変化が入るんですけれども、こっちに行ったクローンとこっちに行ったクローンではその変化の場所が違う、つまりターゲットとして腫瘍が進展するためには必要なんだけれども、これは別々のイベントとして起きているということがもう分かってきたわけです。ということで、まあ、先ほど、お見せしたようなこの、ノーヤという方が76年に提唱した、まあ、クロナルエボリューションということがまさに、現実的に、データとして、まあ、証明、できつつあるということで、まあ、特に、まあ、この場合にはドラッグレジスタンスにこれも注目していますが、この我々の場合もこの症例でもこれ、テモゾロマイドという、アルキル化剤を使って、そのアルキル化剤というのは DNA にメチル化を引き起こす薬ですので、まあ、そういうものがさらにこのエボリューションを加速化しているということを報告しました。まあ、このように、マイピーゲノム、あるいはキャンサーのエボリューションということで、のについて、その個々 その目の前にある細胞あるいは検体について、非常に大規模なデータを取ることができるようになってきた。まあ、もう今一つの細胞の転写のプロファイルなどを取ることができますので、まあ、そういう中でですね、まあ、こう、こういう、まあ、今まで先人のたちが考えていたことを想定して、まあ、生命の現象を観察して、セオリーとして、持っていたものが次々に、まあ、証明されている、証明、我々が証明することができるようになってきたわけです。で、まあ、そういう、まあ、生化学、まあ、ただし、まあ、分子生物学が、まあ、出てきて、その 今のような、まあ、セオリーを、まあ、どんどん、まあ、証明してきたわけでありますけれども、まあ、その中でもより、まあ、定量的なまあ、ものを持ち込んだ、あるいはその物差しを持ち込んだのが、まあ、ゲノムプロジェクトと言っていいと思います。でそのゲノムプロジェクト、が、まあ、進んで、まあ、これが2003年ぐらいで、人の一人の人の、まあ、ゲノムが分かったのは皆さんご存知の通りだと思いますが、まあ、一方でやはりノックアウトマウスによって、まあ、そのゲノムの中で、遺伝子が分かる、あるいは、山中先生の、まあ、iPS 細胞で、まあ、リプログラミングがされるということで、まあ、10年に1回ぐらい、まあ、大きな発見なり、テクノロジーの進歩があって、2007年ぐらいから、まあ、次世代シークエンサーにより、さらに、大量の、まあ、データが取れて、データリソースとしての先ほど、ご紹介した、まあ、エピゲノムのプロジェクト、あるいはキャンサーゲノムアトラスというような、プロジェクトから、まあ、大量のデータが
まあ、出てきて、まあ、よく、まあ、論文でも、まあ、リソースと書いてある、まあ、そのデータとしてその何かその新たなディスカバリーがされたということも、まあ、もちろん重要でありますけれども、きちんと取られたハイクオリティのデータが取れて得られたと報告して、それをコミュニティで使っていただくというようなプロジェクトが、まあ、論文が、まあ、研究成果がどんどん提供されています。そういうことで、そのあたりその中にもやはり採掘するというのは高いものをゲノムプロジェクトでありまして、まあ、一人、まあ、この辺りまでは非常にその大もう特定の、まあ、大きな、ゲノムセンターが、中心となって、ゲノムの、まあ、解析を率いてきたわけでありますけれども、そして、まあ、スニップのプロジェクト、まあ、この辺りもやはり非常に、大規模ゲノムセンターの活躍が、まあ目立っていたわけで、まあ、出ないとはできなかったわけでありまして、まあ、いわゆるこの頃は実際に、まあ、まあ、後で述べますけれども、その、まあ、物理学における、そういう、まあ、最高とそういう大きな、まあ、センター、まあ、日本で言えば看病患者とですね、スプリング8 と並び称されるような、まあ、イメージが、まあ、強くなります。まあ、一方、まあ、そういうシーケンサーの進歩によって、まあ、がんあるいは個人個人のゲノムというものがまさにこれが、まあ、医療にも応用されるというような状況で、まあ、待ったなしで、まあ、この右へ向けて、加速化しているところでありますけれども、その中で、まあ、これは、まあ、昨日のうちの研究室のミーティングで、まあ、辻君が、から出したスライドを、もらってきたんですけれども、まあ、非常に、まあ、データがたくさん出てくるということで、まあ、昨今まあ、ビッグデータであるとか、まあ、データサイエンスという言葉が出てきて、これは、この会社の、まあ、そういう今後流行る技術の予測を、示したカーブだそうなんですけれども、例えばこの辺へ行くと、なんですかね、まあ、3D プリンターとか、まあ、そういうのがまあこの辺に出てきて、ようやく、まあ、世の中の人は、まあ、商売として成り立ってきたというところで、まあこの辺見ていただくと、まさに今日のテーマでもデータサイエンスというのは、まさにこの上り坂で、非常に注目されているものであると。ただもうビッグデータだ、まあ、まあ皆さんもまたビッグデータだと。お役所に行って、まあ、ビッグデータを大事していっても、もう耳にたこができましたということで、もうこの辺はちょっともう一番の絶頂期を過ぎたということで、まあ、まさにこう、まあビッグ、まあ、まあ、これをこっちの言葉で言い換えるんですけども、データサイエンスということで、このあたりの、ことをどのようにその生物学に、盛り込んでいくかというのは、非常に、まあ、大きな問題に、なってきています。で実際に、まあ、私の研究者もここの、建物の中に、スタートしたのが1999年で、まあ、その頃はちょうど、まあ、DNA マイクロアレイというものが登場して、まあ、現在もいろいろ使われておりますけれども、まあ、例えばこういうスライドは、1999年に例えば MIT のグループが、まあ、がんを正常とがんを2つにマイクロアレイで分けるというだけで、まあ、サイエンスの論文に最初なったトッド・ブラウンの論文ですね。そういうことで、もう何ら、基礎的な知識がなくても、まあ、マシンラーニングを用いて、そのがんと、正常の白血病と白血病の細胞を分けるというようなことを報告したというのが、まあ、たかだか、まあ、15年前のことであります。まあ、その後、もちろんそのこういう非常に、まあ、ベーシックなものから、まあ、こういう基本的なマシンラーニングから、まあ、最近はまあディープラーニングなどさまざまな機械学習にへの期待があるわけでありまして、そういう、まあ、マシンラーニングなどのデータをどのように集めるか、まあ、そのゴミが入ってくるとまずそのゴミしか出ていかないので、そのあたりも、その、まあ、今日、参加者の中にいる、まあ、ボーノさんやなどが、まあ、非常に一生懸命統合データベースの整備から、まあ、啓蒙に励んでいただいておりますけれども、まあ、そういうところに日本ももう少し、一般の、まあ、研究者のですね、理解をしていかないといけないんではないかなというふうに思うところです。
で、先ほどのこういう、まあ、海外のこういう大きな物理学がやはりビッグサイエンスの、まあ、そこに参加する人が、あるいは天文学ですね、天文学もその顕微鏡、望遠鏡がないと、まあ、これは商売にならないわけで、まあ、そうするとやはりこういう研究をしたい人はもちろんこういう大きな施設のところで働かざるを得ないと。で、まあ、ゲノムサイエンスも、まあ、かつてはそれに近い、まあ、日本であれば、まあ、理系であるとか、その大きな、まあ研究所でに、所属しないと、その立ち打ち、まあ、それに参加することすら、まあ、叶わなかったわけでありますけれども、まあ、それが、まあ、そこの、まあ、ゲノム、計画あるいは、まあ、SNP の、ハプマプロジェクトというそのシーケンシングパワー自体が、その問題だった頃は、まあ、そうまさにそういう時代だったわけでありますが、まあ、やはり世の中がどんどん、まあ、変わりつつあるわけであります。ですので、まあまあ、こちらでこのスライドでないと思いますけれども、まあ、別にこういう皆さんの方もですね、まあ、こういう大きな一つのシーケンサーがあればこれによって先ほどお示ししたような、まあ、クローナルエボリューションというようなものも、一つのラボで研究できますし、あとはそのエピゲノムの変化というものもシングル細胞でできますし、まあ、病気の遺伝解析という、まあ、あらゆるものが、その高速のシーケンシングで大規模シーケンシングで、まあ、実現できるということになってきています。まあ、もちろんその集団遺伝学とかですね、何十万というと、まあ、日本の国内では、まあ、バイオバンクとかメガバンクというような集団を相手にして、まあ、大規模なゲノム解析を何十万単位ということでしようとすると、まあ、依然として大規模なセンターが必要なわけでありますけれども、まあ、そういうデータすらも、まあ、いずれは公開されて、世の中の研究者に、まあ、アベラブルになるべきだと思いますので、まあ、そういうふうになっていくことによると、まあ、それをデータを解析する、まあ、基盤というものがより、必要になっています。で、まあ、ゲノムは、圧倒的にこう先行しているわけでありますけれども、やはりその分析装置と、まあ、データ処理というものは非常に、まあ表裏になりまして、まあ、これも隣のビルディングにある、まあ、オービトラップフュージョンという、まあ、トライブリッド型の最も最新鋭の、まあ、サーモンの、まあ、質量分析でありますけれども、まあ、こういう、例えばなかなかこのヒストンの、まあ、エピゲノムで重要なそのヒストンタンパクの就職というのは、まあ、メチル化やアセチル化を代表、まあ、リン酸化などさまざまなパターンがあります。そうするとそういうところを就職するのパターンの組み合わせから見るともう何千万という、なかなかこれぐらいのペプチドでですね、もう何千万というスポットに、まあ、これは少なくとも我々は何十万というスポットを検出して、まあ、同定ができるというようになってきています。ですからここから、このいう、マスのマスマスのデータからどのスポットがどのように増えているかと、あるいはどのいう病態で変わっているかということを、まあ、単にそのタンパク質が増えた増えないというのではなくて、まあ、就職のレベルでですね、どういうふうに変化しているかということを今観察することができるようになっていますが、まあ、このあたりの、データ処理というものも非常に、重要になってきておりまして、まあ、その機械が、まあの方の検出能力が非常に進んでいる割にはまだこちらの方が遅れているというような状況です。あとはやはり構造生物学のところも、X 線以外にも、まあ、電子顕微鏡でも見るということで相当の2オムスロム、3オムスロムの解像度で、まあ、これも2年ぐらい前に、まあ、今晩のラボから出た、まあ電車回信の回信、複合体のコンピアシーの構造解析ですけれども、こういうように、こういうものも非常にたくさんのデータを、電源写真のイメージを処理をして、こういう構造を作っているわけです。ですから、もう生命科学はもう観察することによって、そこから、生命に、生命現象を理解していくわけでありますので、そのデータの量というものが、ますます半端ではなくなってきているという状況です。ですので、まあ、これは、従来、先ほども冒頭で出した、まあ、これが、まあ、これはその、もっと偉い先生だったかもしれません。そういう、まずいろんな、そういうのを研究者が、
仮説を、まあ、作ってですね、まあ、それがまさに今実証できるんだということを、まあ、お話ししたわけなんですが、まあそれでもやはり、まあ、そういうまず仮説を立てて、まあ、それを証明するのが、まあ、生物学、あるいはサイエンスということが、よく言われます。あるいは、まあ、上野先生に、まあ、こういう課題を、証明しなさいと与えられて始めるということで、まあ、日本は特に、まあ、やはりそのいわゆる大御所の先生もですね多いので、そういうふうに、まあ、研究が進んできていて、まあ、分子生物学の場合には特に一つの分子、あるいは自分はこの30年間この分子やはりこのパスを研究してきたというという先生方が、まあ、まだまだおられますので、まあ、そういう先生方は最初にこうデータがあってですね、というデータドリブンの研究であるとか、ハイスルプットなバイオロジーというのはどうも、まあ、アレルギーがあるみたいで、なかなかそのゲノムが何だというのは、大雑把だというような印象が、日本の国内ではどうしてもまだ拭いきれないという印象を持っています。ですので、しかしながら、やはりもうこのデータの波にはもう、抗うことは不可能でして、まあ、今のこれからの若い研究者の方々は、当然そのデータを、国境にあるデータ、あるいは自分たちの、コミュニティに取ったデータをそこに合わせて、そこから仮説を作り出すということを、まあ、していかなければ、まあ、ならないわけです。しかしながら、当然この研究者、が、は、まあ、新米さんも言いますし、研究をこれから始めるという人もいるわけで、当然そこにこういうデータを処理をする、まあ、サポートといいますか、それを助ける、まあ、仕組みが必要になってくるわけでして、そのただ最近なんかネイチャーのコメントみたいなところに出ていた、まあ、テキサスの大学のある方が、作ってたスライドなんですが、まあ、そのジョブの種類でですね、まあ、このデータの処理をするいろんなラボからこのインフォマティクスのコア、日本ではなかなかインフォマティクスコアというのが各研究機関にありませんけれども、頼まれるジョブがまあもうバラバラであると、まあ我々のラボもいろんな研究所から、や研究室から頼まれますが、それぞれに研究者の方々の、リクエストは違うので、まあとても我々のラボのスタッフだけでは、こなしきれないというような、まあ、状況を、まあ、同じようなことを経験しているわけです。まさにこういうロングテールといいますか、もうほとんど同じような注文が来ない。まあ、研究者というのは当然ユニークなことをしたいわけですので、まあ、こういう状況になってしまうというのが、まあ、そのどこかに大きなデータセンターを作れば解決できる問題ではなく、そういう中央的なものも必要ですが、一方でローカルな、仕組みも必要だと、あるいはこの人がよりデータにアクセシビリティ、アクセスができること、あるいはここでそのデータ解析をすることがより再現できる、まあ、サイエンスにとってどれだけその再現がきちんとできるかということが非常に重要でありますし、そこで、それが、まあ、間違ったことをしていないということも大事なわけです。ですので、まあ、これは、NIH のデータサイエンスというものを、まあ、去年、一昨年ぐらいから、まあ、米国でも、まあ、その中に、データサイエンスが含まれるもの、まあ、従来の言われる、まあ、いわゆる、まあ、ビッグ、まあ、バイオマティクスというものに、限らずですね、より、まあ、その日本のことより IT に近いインフォメーションサイエンス、あるいは、さらにそれを進めた、まあ、定量生物学という、あるいはコンピティショナルバイオロジーという、より生物学に、まあ、足を置いたものへ、進めていくためにも、まあ、この全体がまあ必要であろうという、まあ、それで、まあ、それで全体を総称して、まあ、データサイエンスということで、まあ、日本の中でもそういう、まあ、ギャラクシーのコミュニティの期待として、まあ、これは、まあ、ホプキンスのサイトでもこういうものはギャラクシーは、まあ、なんかコースにもなってですね、ということで、まあ、日本の中の大学もぜひ、こういうギャラクシーのコミュニティに広まって、まあ、別にギャラクシーに限ったわけではありませんが、まあ、今日の参加者の方々を中心に、まあ、大学、あるいはその
企業等で、研究者の情報共有度が広がっていく、きっかけに、さらに広がっていくきっかけになればいいかなというふうに期待しているところです。ということで、ちょっとなんかちょっとごめんなさい。それでは今日一日皆さん最後懇親会まで含めて楽しくやってください。どうぞ。では今日はどうもおいでいただきましてありがとうございます。